最高裁判決について説明を聴取いたしますなお御発言は着席のままで結構でございます川崎法制局長参議院法制局長の川崎でございますどうかよろしくお願いいたしますえ、私の方からはお手元の資料に基づき参議院の選挙制度と最高裁判決につきまして今般の令和5年10月18日判決に焦点を当てつつ選挙制度と最高裁判決の変遷 最高裁の解釈考え方などについいてて説明させていただきま,すまず、選挙制度を、参議院選挙制度に関する経緯と定数格差にかかる主な最高裁判決の動向につきまして、確認をしておきたいと思います。表紙をめくり、1、2ページを見開きでご覧ください。左が選挙制度、右が最高裁判決の経緯となっております。参議院の選挙制度については、定数250人のうち、 都道府県を単位とする地方区選挙が150人、全国を単位とする全国区選挙が100人という構成でスタートし、地方区選挙では各選挙区の人口に比例する形で、2人から8人の偶数の議員数が配分され、その最大格差は2.62倍でした。参議院の選挙の在り方として、当初から議論となっていたのは実、事実上の職能代表的な色彩を期待した全国区選挙であり、 昭和57年に高速名簿式比例代表選挙に改正され、さらに平成12年には非高速名簿式に改正されております。他方、行動成長や産業構造の変化に伴う都市部への人口移動により、選挙区間の定数格差が次第に大きくなり、昭和30年代後半以降、定数格差訴訟が裁判所に提起されるようになります。 最高裁が投票価値の平等が憲法上の要請であるとの判断を最初に示したのは、衆議院選挙に関する昭和51年判決であり、参議院選挙については昭和58年判決が最初となりますが、同判決では国会の広い裁量を認め、最大格差5.26倍を合憲と判断しました。ただ、その後も格差の拡大が続き、平成4年選挙での最大格差6.59倍につき、 平成8年判決が違憲状態との判断を示しましたが、格差はそれに先立ち、平成6年回数ですでに4.81倍に縮小しており、その後は最高裁の合憲判決が続きました。最高裁に変化が現れ始めましたのは、平成16年判決からであり、同判決は格差を5.06倍を合憲としたものの、多数意見の中には厳しい見方を含,め含まれていたことから、 これを契機に、参議院では、超党派の協議機会を設けるなどして、選挙制度改革の検討が継続的に行われるようになります。その後、平成18年の4増4減の改正により、最大格差は4.84倍となりますが、最高裁は次第に投票価値の平等の観点から、自主的に厳格な評価を行う姿勢を強め、平成24年判決では、従来の考え方を自主的に変更し、 最大格差5.00倍を違憲状態としその直後の平成24年改正で格差は4.75倍とされたものの平成26年も違憲状態判決でしたこのような流れを受けて行われたのが平成27年改正であれあり4件2号区を含む重増重減により最大格差は2.97倍にまで縮小し 平成29年判決は、選挙時格差3.08倍とともに、これを合憲と判断しました。その後も平成27年改正法の検討条項を踏まえ、選挙制度の見直しの検討が進められ、平成30年改正では定数が6増され、選挙区では定数2増により、格差が2.99倍にされるとともに、比例代表選挙では特定枠の制度が設けられ、 これに対し最高裁は令和2年判決で3.00倍の格差を合憲と判断しております。参議院ではその後も参議院改革協議会や憲法審査会などで議論が行われましたが、改正のないまま令和4年選挙が最大格差3.03倍で実施されました。これに対し令和5年判決は合憲と判断をしております。 以上のように、投票価値の平等をめぐる国会と最高裁との間での相互作用ともいえる状況は、衆議院の小選挙区選挙でも生じてきており、最近では参議院については平成24年と26年の2回ほど、衆議院については平成23年、25年、27年の3回ほど、違憲状態判決が示されたのを受け、最大格差がそれぞれ縮小されてきており、 参議院については平成29年、令和2年、令和5年の3回、衆議院については平成30年、令和5年の2回ほど、合憲の判断が続いているところでございます。次に最高裁が重視する投票価値の平等の意義、根拠等を3、4ページで確認をしておきますと、投票価値の平等は近代民主主義国家における選挙原則の一つとされ、 憲法にも取り入れられている選挙権平等の原則の歴史的発展とともに導き出されるようになったもので、選挙権の内容の平等として、各投票が選挙の結果に及ぼす影響力においても、平等であることを要求するものであり、その憲法上の根拠について、参考債は、憲法14条1項を中心に、15条3項、44条正し書きなどの規定を挙げております。 最,も最高裁は選挙制度の仕組みをの決定において投票価値の平等は唯一絶対の基準となるものではなく国会が正当に考慮できる他の政策目的ないし理由との関連で調和的に実現されるべきもの,とあるものであるとする一方参議院選挙との関係では投票価値の平等の要請の後退を認める理由は見出しがたいとも述べておりこれらの判事は 令和5年判決でも維持されておりますいずれにいたしましても、5、6ページの図表をご覧いただきたいと存じますが、先に述べたような経緯をたどりまして、選挙区の最大格差は最近では3倍程度で推移しております。他方、格差が3倍を超える選挙区は、神奈川、宮城、東京の3つに増えてきております。次に 7 8ページをご覧いいたただきたいと存じます合区、えー、対象権で投票率の低下傾向、無効投票率の上昇傾向が続き、対象権の投票率が全国最下位となる例なども生じており、これに対し、右のページでございますが、地方6団体では、合区解消のを求める決議がたびたび行われております。 それでは参議院選挙と投票価値の平等をめぐり最高裁の考え方はどのように変化してきているのでしょうかこの点については9ページ以降でポイントを簡単にまとめております参議院選挙にも投票価値の平等が要求されるとした昭和58年判決はその一方で都道府県単位とすることについても一定の理解を示し投票価値の平等の要求は 人口比例主義を基本とする選挙制度の場合と比較して、一定の情報や交代を免れない、格差の是正にも自ずから限度があるとしていました。これに対し、自主的にこの考え方を変更した平成24年判決は、従来からの基本的な判断枠組みは維持しつつも、長年にわたる制度と社会の状況の変化を考慮して、参議院選挙であること自体から、 直ちに投票価値の平等の要請が後退してよいと返すべき理由は見いだし難いとするとともに、都道府県を参議院の選挙区単位とする憲法上の要請はなく、投票価値の平等との関係からは、都道府県単位といった仕組み自体を見直すことが必要としました。その判断の理由として、近年の衆参ねじれ現象の経験なども背景に、立法をはじめとする多くの事柄について、参議院にも衆議院とほぼ等しい権限が与えられており、 国政におおけるる参議院のの役割がが大きくなってているとの認識が示されておりますこの平成24年判決の考え方はその後も基本的に維持されており平成29年判決では政治的に一つのまとまりを有する単位である都道府県の意義や実態等を一つの要素として考慮することは投票価値の平等の要請との調和が保たれる限りにおいて否定されるものではないと言及しつつも 合区というこれまでにない手法の導入による格差是正を、平成24年、26年の判決の趣旨に沿ったものであり、また、平成27年改正法は、さらなる格差の是正を施行するものと評価しました。続いて、令和2年判決は、格差のさらなる是正などの取り組みが、平成30年改正では大きな進展は見せていないものの、平成27年改正法の方向性を維持するよう配慮したものであり、 選挙制度の改革の実現は、全身的にならざるを得ない面があるとして、立法府の格差是正を施行する姿勢は失わ,れない失われていないとしました。さて、今回の令和5年判決のポイントについては、11、12ページにまとめております。まず、立法府における取り組みとその状況については、令和2年判決を引用し、 今後も普段に人口,が変人口変動が見込まれる中で、格差のさらなる是正を図るとと,ともに、再び格拡大させずに持続していくための必要な方策等について議論し、取り組みを進めることが引き続き求められているとした上で、本県選挙までの間、各会派の間で一定の議論がされたものの、その実現に向けた具体的な検討が進展しているとも言い難い。 との評価を示しておりますただその一方で格差の状況については平成27年改正から本県選挙までの約7年間合区は維持され選挙区間の最大格差は3倍程度で推移しており優位な拡大傾向にあるとも言えないとしておりますまた選挙制度の仕組みを見直すにあたっての検討課題として格差のさらなる是正を図る観点から 都道府県より広域の選挙区を設けるなどの方策によって、現行の選挙制度の仕組みをさらに見直すことも考えられるとしつつ、合区対象となった4県で、投票率の低下や無効投票率の上昇が続いていること等を勘案すると、有権者において、都道府県ごとに地域の実情に通じた国会議員を選出するとの考え方がなお強く、 ここれれがが選挙にに対すするるる関心や投票行動に影響を与えていることが伺われるとわ指摘しますそしてこのような状況は、選挙の仕組みの見直しにあたり、国民の利害や意見を公正かつ効果的に国政に反映させる観点から、慎重に検討すべき課題があることを示唆するものであり、加えて議員定数の見直しなどの方策を取ることにも、さまざまな制約が想定されるとし、 そうすると、立法府が格差是正に向けた取り組みを進めていくには、種々の方策の実効性や課題等を慎重に見極めつつ、広く国民の理解も得ていく必要があり、合理的な成案に達するには、なお一定の時間を要することが見込まれると述べております。そして結論として、参議院の選挙制度の改革に向けた議論を継続する中で、 格差の拡大の防止等にも配慮して、4県2号区を含む本県定数配分規定を維持したという経緯に鑑みれば、格差のさらなる是正とその持続のための具体的な方策を講じなかったことを考慮しても、本件選挙時の選挙区間の最大格差が示す投票価値の不均衡が、憲法の投票価値の平等の要求に反するものであったとは言えないとしております。最後に 最高裁は立法府への要請として、国民の利害や意見を公正かつ効果的に国政に反映させる選挙制度が民主政治の基盤であり、投票価値の平等が憲法上の要請であること等を考慮すると、格差のさらなる是正を図ること等は喫緊の課題であり、立法府においては、より適切な民意の反映が可能となるよう、社会情勢の変化や課題等も踏まえながら、 現行の選挙制度の仕組みの抜本的な見直しも含め格差のさらなる是正等の方策について具体的に検討した上で広く国民の理解も得られるような立法的措置を講じていくことが求められると述べていますなおこれに対し少数意見として理由をことにする合憲の意見が1意見状態の意見が2意見の反対意見が1付されております 十三と十四ページには選挙制度に関する最高裁の判断枠組みと参議院の定数格差に関する最高裁の基本的な判断枠組みをまとめております適宜ご参照いただければ幸いでございます駆け足の説明となり教習でございますが私からは以上でございますどうぞよろしくお願い申し上げます以上で説明の聴取は終了いたしました